出口隆は日本のミュージシャン、ボーカリスト、シンガーソングライター、作詞家、作曲家、モデル、ディレクター、保育アーティスト、東京都出身。元グリッドのリーダーであり、現在はソロ活動をしている。所属レーベル、事務所は共に日本コロンビア株式会社。2017年2月から2018年12月まで3人、組ダンスボーカルグループ。 フリットのボーカルとして活動。2019年より日本コロンビアにて子供向けの楽曲を中心に歌唱する保育アーティストとして活動を開始し、保育講習会やキッズイベントなどに積極的に参加している。現在は子供向けの楽曲を中心に作詞、作曲、振付などを自身で手掛けるほか、子供向け CD の歌唱や保育雑誌のモデルを担当するなど、 活動の幅を広げている。テレビ東京系キンダーテレビレギュラー出演中。フレーベルガン、キンダーブックにて連載中。YouTube にて公開されている、たかしの手遊び、子供の歌の総合再生回数は1800万回を超えている。アーティストとしての活動のみならず、ディレクターとして子供向け作品を手がけている。歌手活動前は保育士として働く傍ら。 役者を目指していた。その後、役者の勉強をするにあたり、一旦保育士の仕事を辞める。同時期に通っていたバーがあり、そこのカラオケで歌っていたことが芸能界入りのきっかけ。常連客の中に偶然某有名事務所の社長が、居合わせ、歌を評価し、オーディションへ誘った。保育士免許、幼稚園教諭第一種免許、認定ベビーシッター資格を持っている。また、 元保育士、テレビドラマ、ありがとうございます。